今京橋に来ております。また、京橋の、立ち飲みをちょっと巡ってみたいと思います。後ほど、岡室酒店に行きます。まずは、焼酎の水割りと、マカロニサラダをいただきます。疲れましたね。マカロニサラダです。誰ですか。誰。刺身の盛り合わせ500円。500円でこれはすごいですね。すごいです。いやそれはちょっとやっぱこれはうまい。いただきます。うまい。おもい美味しいですね。油乗ってます。ハマチじゃないかな。サーモンも美味しいですね。タイ食べました。山じゃないです。なんでご存知なんですか。いつも拝見してる。この場で分かる。でもここ来たら社長なんです、みんな。ほんまに。じゃあ専務あたり。専務あたりしました。また同じ京都なんで。京都いいとこ。今ねおすすめは深草もおすすめです。深草。駅前のなんか。そうです。あそこもまた機会。拝見します。行ってみてください。また会おうかもしれない。マグロです。10分から近くやもん。でもうまっ。マルチョホルモンです。うまそうです。マルチョ、マルチョ、うまい。な、そこでボーノ。ボーノって言うんですか。ボーノ。はい。こんな感じです。岡室最高でした。はい。京阪の京橋駅に来てますけども、もうこれから帰ります。ありがとうございました。